録画を開始で、はい、またまたですね、火曜の9時、毎週毎週の、ユーストがやってまいりまして、いきたいと思います。で、今日は何をと言いますとですね、また土日にちょっとこうカメラを出して見ていたらですね、あっていうのが出てきまして、また途中になってます。ね、最近このパターンが多くなってきてるんですが、プリモジュニアというですね、非常に可愛い二眼レフなんですが、もともとはですね、僕が買った時点で、ここの4つのですね、チョボのうちの1つがネジが飛んでまして、で、まあ、それで格安でということだったんですけど、まあ、それをですね、ちょっと土日、まあ、時間あったもんですから、こう、4ミリのアルミの棒からですね、こう削り出してって、こういうですね、プロクソンのハンディルーターでこうガン回しながらですね、ヤスリをこう当ててって、なんてやってたんですけど、まあ、それはそれでですね、もちろん見分けつかないなんで、そんな豪華な、ここですね、ここ見えるのかな。ここ4つあるんですけど、ここ1個だけ形が違ってるんですが、こういう特にこう引っかかりのないお皿とですね、裏から 1.7 ミリのネジがこう入って、裏側をとことを止めてあるんですけど、まあ、ネジ兼表は飾りなんですが、まあ、ここが1個ですね、下のネジが緩んでどっか落っこっちゃって、ここがなくなったんだと思うんですけど、まあ、これをですね、ちょっとこう、直径は4ミリですから、で、本当は真鍮にメッキなんですけども、まあ、アルミをシコシコシコ削ってですね、まあ、中にネジを差し的には 1. 何ミリ切って、またこのネジも同じネジがなかったので、ちょっと違う金色のネジになっちゃったんですけど、なんでつけてですね、あとミラーを交換したのかな。で、お、なかなかいいじゃんなんて思ったらですね、なんと、バルブが開かないというのを発見してしまいまして、困った、バラすしかねえかみたいな感じで、ちょっと始めちゃったんですけど、それで、まあ、当然こうなってるわけなんですが、まあ、これはですね、皮を剥がして、皮って言ったともうパリパリになって、ほとんど最初からついてなかったんですけど、まあ、一部の皮を剥がしてですね、まあ、ネジ4つで、外すと、まあ、これが取れると。で、これ取るときにですね、ここのレンズの第1枚目を留めているこのリングですね、これを先に外しとかないとこれが抜けてきませんので、まあ、ちょっとそれが注意かなと。だからくっつけるときにはまたこれ、外さないといけないんですけど、それでですね、このバルブが、まあ、開かないって言ったら変だけど、バルブにしても15分の1ぐらいでバシャーンってこう切れちゃうっていう現象が起きてまして、で、これここに書いてあるんですけど、成功者 MXL っていうシャッターで、まあ、中身は結構、アイレス35とかですね、なんかそれに結構いろんなところに使われてる、シャッターで、あー、もしかしてって感じでですね、ちょっと開けてみたら、まあ、案の定バルブがですね、このレリーズの動きが、伝えられない。まあ、バルブだけですね、シャッター切ったらダーって進むんじゃなくて、切ったら一回止まって、離したらボンっていく、こう、一つのレバーがこう必ずついているんですけど、それがですね、うまく動いてないというのがわかりまして、ちょっとまあ、解説がてら簡単にですね。それはですね、で、なんでなっちゃうのかなっていうのもずっと、実はひん曲がってまして、動きが渋くなっていて、それでですね、そのひん曲がりを直したら、まあ、快調に動くようになったんですけど、なんでこんなとこがひん曲がるのかなっていう話なんですが、初めからと、ん？あ、これ、もともとはめてなかった。
でですね、これ、ここのですね、シャッターをチャージして、今こうレリーズはここなんですけど、で離すと閉じるんですが、ここのですね、ここに下からこうせり上がっている部品が1個あるんですけど、これがシャッター調整リングをですね、B 以外のところに持ってくると、こっちにこう逃がされるんですね。ここの部分がある、これ映ってるのかな、うん、でですね、この部品がひん曲がってました。これ見えるかな、この部品なんですけどね、このこれ見えてるのかな、ちょっと僕小さいモニターで見てるんで、ちょっと細部がよくわからんのですが、ここの部品がですね、下からこう出てるんですけど、これがグイッと曲がってたので、上下の間に挟まっちゃって動きが悪くなってたんで、これがこうですね、こういうレリーズのこの動きに対して、こうここが最終的にこう押されてですね、こういう動きをするんですが、この時にこれがですね、ちゃんとこう動く、こういうふうに動かないといけないんですけど、なんか引っかかってました。で、こう、グイグイグイっと向こうへ押してあげたらですね、こういうふうに、動くようになったと。で、なんでこれがひん曲がっちゃうのかなっていうことなんですが、よーく見て、この、こうずっと観察してたらですね、こう、500分の1からですね。まあ、これはライトバリュー方式っていう、ちょっと一時期流行って、みんな廃れちゃったんですけど、方式になってまして、こうガチャガチャガチャ、絞りと一緒に動いていくんですが、バルブのところでカチッってこう止まる、この止めと、それからこの上の、こういうふうに全部ギアになって、連動しているんですが、上に表示が出るように。このですね、カチャ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 っていうと、この、このですね、ストップの位置が微妙にずれてまして、だからバルブよりも少し行き過ぎるところでグッて、こうなるようになっていたんで、こう、ついついついですね、こう力を入れて、ガリ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 ってやっちゃうとですね、本来バルブのところで止まんなきゃいけないのがギュッと押されてひん曲がっちゃうという、まあ人間の力でこう押し切って、だからこうここに来てバルブでカチッて止まるところが少し深すぎちゃったっていうかね、もう少し浅くてあんまりこうこっち行かないように止まってればですね、よかったんですが、まあ個体差とかなんかいろいろあるのかもしれない、あるいはこれの取り付け角度とかいろいろあるのかもしれませんが、なんかそれでどうも曲がってしまうような風に見えました。それでまあ、それを戻してあげて、あと使うときに注意してですね、あまりこう力入れてガッてやんないようにすると、まあバルブはもうめったに使わないので、それでまあ一応、また封をしようというところでちょっとですね、今日まあこれだけ自分自身のこう、防止録も兼ねて組み立てとこうということであります。それで、でこう、まあ、僕はバルブにして開放にしててこれを外したので、この溝が噛むんですが、でこれはですね、ですね、これはもちろん事前にちゃんと拭いておいて、
あと先行者 MXL って結構、ある時代のカメラにたくさん採用歴があるので、まあ、ジャンクなカメラからこう外して、例えばアイレスなんかだとシャッターは生きてるんだけど、そのシャッターに連動するチャージのところがひん曲がってたりとか、なんかそういうこう、部分的にシャッターは生きてるジャンクをですね、参考にしながら動きを見ていくと、こう、故障箇所が発見が早いかなと。でね、これが起こってくるんですよ。今一つよくわかんない。どっち向けなんだろう。切り欠きが。まあ、素直に考えるとこっち向きなんだけどな。で、この XFM の、これが赤いのはこっち出てきますんで、こいつをこういうふうに、ここから出してあげないといけないっちゅう。これがですね、ちょっと困りものが。あれ、やっぱ切り込み違うのかな。ここなんですね、ベロ。こういうのかな。これで良さそうですね。やっぱり切れてる方がこっち側だ。だから外すときは、このリングを外して、だからこう前玉押さえてますから、こうひっくり返すとポトンと落ちこっちゃうんで、まあ、ちょっと僕マジックで今こう、表裏わかんなくなるのに書いてあるんですけど、ここで、こいつが出てくると。そしてシャッターダイヤルが入っていて、そして、こいつとこのレバーがコトンと落ち込みますので、あら？バルブと。怒ってんのかな、これ。いや、噛んでないわ。ここのですね、この切り欠きとこいつが、どこだっけ？こいつとこいつに噛み合いますので、これまたややこしい。こういうふうに入れた方がいいのか。こういうふうに入れた方が早いな、全然。こっちに初めに入れてた方がいいですね。この辺のはずなんだけどな。噛んだかな。あら、パチンパチンとか。
なんか噛んでる気しねえな。あ、これ噛んでますね。絞りがこう動いて。シャッターは？なんか動き悪いな、これ。まあ、これでなんとなく不安が残りますが、まあ、であとこのなんですかね、あの飾りリングっていうか、これがシンクロのとこに、だから前のこの前板を止めてるのはこのね、ネジと今のと、まあこんなので、27フィルムなんで、ちょっといいのねえかなーって、昔のなんか中古カメラ市みたいなとこで、川増カメラだったかな、あのフィルムをちょっと買ってあったのが、もう期限切れちゃってるかもしれないけど、出てきましたので、ちょっと撮ってみようかなーなんて。あら、すっごいネジが浅い。危ないな、これ。浅い。マイナスネジが浅いけど太いな。それでですね、この、問題はこの皮なんですよね。結構パリ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 もほとんど剥がれちゃってるし、うん、大丈夫ですね。で、ちょっとこの外周拭いて、皮がもうバリ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 で、ちょっと部分補修、こうちょっとこうリングのエッジが当たるところだけ先に拭いて、あとはあの最終的にレンズ、清掃しようと思いますので、これこうですね。ゴムのあのなんていうんですか、ちょっといろいろ試行錯誤してできるだけ似せて作ってですね、
スタなんかはちょっとなんか、スムーズじゃない印象があるな。ちょっともしかすると違ってんのか。どうやってこっちから入んだ。こんな感じかな。ですね。で、まあ、サージングレンズ拭くと。いうとこで、その皮もですね、こうパリ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 こう剥がれちゃって、あれ、なんかさっきあれ捨てちゃったかな。ほら捨てちゃったかな。あれどっか行っちゃった。まあこういうね、かこう似せてなんとか作れないかと思ってやっては見たんですけど、あれ？まあ、あの、こういう風に独立したところだったらですね、割とこう、まあ、この辺からこうですね、あの、型を取って採取して、これをまあ切っていくという感じで、なんとか、こういうとこですね、こやっぱこうネジが金色でこう目立っちゃうんで、こういうところはこう、あの、接着剤で受けしようという感じがいいんですが、こういうふうにこう部分割れした、こういうとこね。あれ、俺さっき、ハサミでチョキチョキとやって作ったんですけど、どっか捨てちゃったかな、自分で。ちょっとどっか行っちゃった、もう一回切んなきゃ。まあね、こうやってこう、やっぱりね、こう、形は一緒でもこう色艶がやっぱ揃わなくて難しいですよね、こういうの。厚みもありますし、っていうところで、まあ、この辺がちょっとまだ課題なんですけども、まあ、それでですね、こう作ってあげて、あと、ここの部分が、こう、本当はこう、一箇所で、一つの皮がついていたようなんですが、切ればできるかな？まあ、でも、実際、ここと、ここと、ここで、やってみてもいいのかな、と思います。これなんかオリジナルの皮かな？これもパキンって割れちゃうんですよね。こう。こう感じ、パキッ。みんなパリ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 割れちゃって。ということで、まあ、あとこれか。これはこう、キュッキュッキュッキュ。皮問題だけですね、あと。まあ、全面貼り直しだとこんな大きいのでね、これに似た脂肪のってちょっと難しいんで、で今僕も実はここでペキって割れてしまってですね、2つに分かれちゃってるんで、ちょっとここ部分で、なんかいい手がないかなというところですが、
まあ、外見上の問題だけなんで、カメラの機能としてはですね、まあ、大丈夫な話なんですけど、っていう、まあ、ちょっとその辺を、まあ、いずれにしてですね、あの、バルブのあそこのところのレバー、あれがですね、曲がってたというのをちょっとご報告がてら。これって何ミリだっけな。8ミリ ?9 ミリ ?9 ミリ ?9 ミリは持ってないな。レンチで、どこ行っちゃったの？おろ。ちょっとすいません、出てこないですね。困ったな。あ、これか？あれ違うな。5っていうのが、これなんかオークションで買った手作りのレンチなんですけど、キュッとですね。はい、ということで、まあ、あと皮を貼っておしまいという感じで、ここもね、結構苦労したんですけど、あの、こういうのの先にですね、ドリルチャックをつけて、あの、アルミの、4ミリのアルミなんてもう簡単にキュンってペンチで切れちゃいますから、でこう回しながらですね、こう少し山を作っていくような感じで、まあなんとか修理しました。あ、これね、この127、ムラの、なんだっていう、なんかクロアチア製っていうやつはこれまた違うのかな、ちょっとこの辺でですね、これはあれか、160のネアカラーを巻き直ししたやつかな、ちょっと、試し撮りしたら面白いかなと、思いました。ということで、精密感がすごくあってですね、まあ、これはこれでちょっと楽しいかなというところで、はい。とりあえず、これはこれでですね、ここいらで、はい。